マングアスの新役職、てるてるは、自作の非公式モッドです。詳しくはこの動画の概要欄をご覧ください。マジか、俺じゃん。7、8、9、10、11、12、13。これ怖い、これ怖い。死にたくない、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 死にたくない。カフェテリアにずっといとく作戦どう？あ、今回俺カフェテリアにずっといとく作戦ありかもな。カフェテリアって基本人通るからなんかカフェテリアのあたりに。せっかく狙って殺されたんだろうな。かわいそうだな。ああ、そっか。てるてるだからか。てるてる潰しですね。まあそれはありですね。インポスターがとしては。まあね、アドミン入ってすぐのところのダウンロードタスクのところにマヨが倒れてたんですけど、しょぼすけがガンスルーでアドミン抜けていったから、いやー、てるてるの可能性もあるじゃないですかと思ってアドミンなんか入ろうと思ったけどやめて上行ったんで、エロちゃんのセルフなんじゃないかなと思うんですけど。いや、俺セルフできる感じだった？今見てたでしょ、俺の位置関係。いやでもわかんないです、僕。エロちゃんって。いや、じゃあ夜行さん、ちょっと一つ聞きたいことあって、夜行さんって停電の前から停電の後の間ってどういう動きしました？アドミン入ったと思うんですけど、買いました。アドミンいました。で、停電したからすぐにそっち向かった感じですね。その時ってマヤさんいました？いなかったです、誰も。なるほど。僕アドミンの入り口だけ見て、エロちゃんは結構臭いの。まあていうか多分セルフなんじゃないかなと思います。だって僕、俺がエレクトリカル入ってから結構経ってるから、釈迦さん無理じゃないですか。だって俺タイミング的には。あ、でちなみに今大津で俺落ち葉捨ててたんだけど、ソスくんかな、一緒にいたの。はい。ヘンリーさんどこですか今？俺今リアクターの前ですね。いや、これリアクターなんだ。はい。あ、一つ言っておくと、ヤコさん最後エレキに閉じ込められてるのフォロー見てるので。最後って本当に最後の最後っすよね。そうですよね。いやだからそれは、俺白正面にならないと思ってて、なんでかっていうと、アドミンに最初ヤコウさんが入って出てきてエレクトリカルに来てっていうのはヤコウさんと俺しかその間いないんですよ。でその後にアドミンに入ったのってそのショボさんとエロちゃんじゃないですか。だから俺はヤコウさんが殺してショボさんがてるてるで死体スルーして、で白のエロちゃんが報告した可能性もあるんじゃないかなとは思ってる。ショボのてるてる推しは俺もちょっとあって、ショボがまあエロちゃん怪しいんじゃないのと言いつつ、てるてるアラートを全く出さない点ね。ああ、なるほど。うん、確かに。いや、僕はだって、あ、そうか。通路からがっつり見えるところに死体あったからな。普通にインポスターで視界が広いくて見えてたんですよ。レベルが高いなぁ。レベルが高いなぁ。これでも多分インポスターだったら俺キル狙ってくるんじゃないかなと思うんだよね。いやマジで難しいよ。てるてるやったらわかるけど頭パンパンになるよ。死体なかったかな。死体ない。でも探すよ俺。リアクター。はい、ずっと監視カメラ見てたのってショボさんっすよね。あ、僕、はい。あ、でもね、そんな長い時間見てないかな。5秒ぐらいちょろっと見てって感じです。リアクター鳴ったんでそっち行った。一番最初多分ラウンド始まってすぐ見てたのは俺っすね。ああ、そっか、ヘロちゃんか。あ、じゃあいいや、なんもないです。僕がそのさっき確認させてもらっていいですか？はい、はい、翔介はキルをしていないのは間違いないんですよね。いや、そんなことないんじゃないですか。僕はエロちゃん目線でしょ。エロちゃん目線でしょ。翔介はストレージ閉まってたじゃないですか、ホロンさん。俺とホロンさんでストレージ入ってましたよね。でその時に翔介右から来てるんですよ。はい、見てます。だからベントから飛んでったら全然ある位置だと思うんですよね。でそれで死体ガンスルーしてってるから、それが俺的には結構怪しく見えちゃうだけなんで、はい、スルーの時に殺してスルーしたっていうことはなくて、それはできないと思いますね。スルーしただけなんですよね。それはできないと思う、うん、ただ絶対死体見えるだろうっていうところで、まあ、これ僕がエロちゃんのてるてるをしてないのは理由があって、僕はその実際本当にアドミンの入り口ちょろっと入ってみただけでそこに死体がなかったんですよ。でそのカードをスラッシュした時には、カードスラッシュするところにいた場合は僕は見えてないですよ、そもそも。でその後にエロちゃんとすれ違ってその死体の方向が上がってたので、これはもうエロちゃんしかないんじゃないかなってことでちょっとロックしちゃったんですね。あでもあれじゃないですか、アドミンで殺してシールドの通路から出て、シールドっていうかナビゲーション前のベントから出て、はい、で右から来たっていうのは十分ありえますよね。その時カメラ見てた人いないでしょだって。あ、いなかった。カメラついてなかったですね、うん、カメラだったら映る位置ですもん、本当に入ってすぐのとこだから。いやだとしたらもうなおさらエロちゃんなんじゃないかなって思って。あとね、俺一番最後ちょっとこれ鳴らした理由があって、シャボさんカメラ見てたのにリアクターに対する反応早すぎ。いや僕そのカメラ 見終わって、はい、で指とやろうと思ったらリアクターになってたんですよ。ああなるほど、俺自分で鳴らしたんじゃないかなってちょっと思ったけど、そういうわけじゃないと。そういうわけじゃないです。シャボは中にいたの、リアクターの中にいました。で僕それでヤコウさんが来ました。中にいた、はい、ヤコさん来ましたよね。さん釣るのはリスクないと思うんだよな。そうですね。俺も入れちゃいました。俺も結構シャボさん釣ってんじゃないかなと思うけどな。もう一回ボタン押して逆に俺白照明しに行くか。いやこれね、俺逆にボタン押して白照明しに行ったら黒いと思う。これ僕は逆にここで白照明しに行く、ボタン押しに行きたい。いやこれね押すよ俺。すいません、これ弁明させてください。本当に僕なんかこのままだと釣られそうだったんでちょっといいっすか。はい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 。だから僕は最初のキルに関しては本当にちょっと立ち寄って、まあこれリピートになっちゃうんだよな。でさっき言った釈迦さんの監視カメラに関しては確かに監視カメラはちょっと見てたんですけど、監視から目離して、はい、リアクターのタスクじゃ誰も通ってなかったからリアクターのタスクやるかって言って行った時になったんですよ、ちょうど。それは本当偶然です。本当に偶然なんですよ。声ちっちゃくなった。俺的にはもうこのボタンでもインポスター結構確率高いのかなって感じですけどね。仮にテレテレだった場合は待って、だとするならエロちゃんからやってほしいですけどね、はい、僕は。なんでですか。いや僕はエロちゃんだと思ってるんで、ただエロちゃんがテレテレって可能性もあるんであれば、はい、はい、いやわかんないです。なるほどね。逆にエロちゃんの線を俺たちは検証してないんだけどさ、あんまりエロちゃんを俺たち多分黒一に見てない人の方が多いんじゃないかな。そうだろう。いやでも俺の意見はこのボタンを押してる時点でシャボさんは死にたくないように見えるんで、テレテレっていう説はまずなくなったんで、はい、あじゃあ釣れます、ね、正直釣り得なのかなって待ってください人だとしても俺逆にエロちゃんの方がワンチャンテレテレがあるかなって感じですね。これも同じ意見ですね。なんていうのかな、事前リポートの数でグレー増やしたくてっていう感じに。いやもうこれエロちゃんから言ってほしいっす。わかりました。今テルテルの話出てるんだ。でもエロちゃんがあの場で殺してシャボさんを責める理由はないんですよね、正直。ナスルに場所じゃないんですよ。ナスルタイミングじゃない、視界的によく見えてるんだ。後ろにもホロンさんいてシャボさんも前にいてっていう状況でやるはずがないと思うんですよね。あざらす。マジだよな。うわマジやば。エロちゃん白？俺黒。だよね。そういうことか。うまい。めっちゃうまい。やっちゃったな。それじゃあ。ちょっと由来だけど。マジか。行った先がてるてるってことか。いや俺シャボさん噛むか迷ったんだよな。噛み合った。一番ありえない選択肢だと思ってたこれ。嬉しい。マジか。あでこれなんだよな。こんな感じになります。テルテルの怖さね。そう確かにこれ怖くなるね。狼とテルテルがたまたまそのなすりつけ合いみたいな始まっちゃうとこうなっちゃうんですよね。やばー。これエロちゃんっていうか黒なんだ。俺とヘンリーさんが黒。そうですね。で噛んだのは俺です。俺やってないんですよ。俺目線マジでしょぼすけ不審な動きに見えてるんですね。ああなるほど。エロちゃんが逆にはめられてんのか。そうそうそう。俺うまく使われましたね。しょぼすけでエロちゃんが黒じゃなかったらしょぼすけてるてるの可能性あるって言えるんですけど。そうだったらなんか今度エロちゃんが今度自分が黒く見えちゃいません？そうなると。あでも一番最初その話じゃなかったですか？あそうか最初そうか。あるよね。でお母さんが一番最初に。そうですね。お母さんが言ってもうギクーだって。2回目のボタンで「いやもうでもしょぼすけ釣っちゃってよくね」みたいな感じになってしょぼすけが最後釣られに行ったように俺は見えちゃってたけど、ボタン押して噛めばよかったんだな。俺いや俺マジ噛もうとしましたよ。カフェで一番最後のカフェでもこれ噛んだら結構目線によるよね。あいせんさんとかって結構てるてるはないんじゃないかって思いませんでした？いやもう結構8割9割てるてるはないと思いましたね。俺もそう思った。だってそのままどっちみちスキップでもいつか釣られるし。